2024年4月で刷集するミラクル交換終了直前にやったらどんなポケモンが来るのか検証していきます。ガーディが送られてきた名前60匹目。俺はシビシラスか。ちょっと待って、色違い。ちょっと待って、このシビシラス色違いレベル100、しかもマスターボール持ち。なんだこのシビシラス、色違い分かりづらいわ。親名パトラットアス。なんかリボンいっぱい持ってるわ。色違いニドキングマジちょっと待って、これも怪しいな。レベル54か。2018年に孵化してるね。でもどうなんだろうこれ。ちょっと待って、シェイミー、ちょっと待って、みつき .tv だとなんかめちゃくちゃ怪しいの来たな。なんで持ち物ヘラクロスナイト持ってんの。新大地方から時間と空間超えてやってきた。なんかこれはアウトくせえな